12月1日、掛川市三の丸広場を中心に、現代アートで富士山提灯行列が行われました。掛川シャリオールズレ店、現代アートで富士山提灯行列。川勝知事と松井掛川市長の乗った人力車を先頭に、美術家中村健吾氏デザインの富士山アート提灯を持った参加者の行列が駅前通りを歩きました。駅前通りには掛川光のオブジェ展の光アート作品と柔らかな提灯の明かりが幻想的な雰囲気を醸し出していました。富士山の世界遺産登録のお祝いとして、富士ッピーと掛川市の茶の宮金次郎も参加して、掛川城四つ足門の前で人間富士山を築きました。